ルの T シャツのデザイン布を考えてます。毒キノコみたいなパープル。めちゃくちゃ上がってる。そんな感じで限定 T シャツです。イエーイ。めっちゃ枚数少ないんですよ、ね、めっちゃ枚数少ない。みんなはゲットできない。うん、可能性はある、ね、今日の会場は和光市市民文化センターです。マネージャーの一夜に代わって会場がご案内します。今日は風が強くて寒いです。グッズもこのような形で販売されています。新グッズのフリクションボールペン、エコバッグ、ぜひお買い求めください。会場に来れない方はオンラインでも通販してますので、ぜひご確認ください。はい、調子はいかがですか。はい、ご機嫌そう。今日はクマさんいないんですか。今日はね、今日はいない。あの日だけだよ。これが反射してここにクマさんが映っちゃう。そう、今日はいないクマさんはいない。そうね。オーソドックスな。はい。特にプラス目立つわけでもない。面白いことを言うわけでもない。そんな感じ。じゃあギャルズはオッケーね。じゃあ、あの今日よろしくお願いします。ガールズ今週もね、最後です。よろしくお願いします。よし、じゃあ今日は年内最後のガールズアコースティックなのでアンサンブルを楽しみましょう。はい、楽しくやろうね、せーの、アウ。じゃあ舞台で待つぜ。追いかけます。すぐ追いかけます。はい、改めまして皆さんこんにちは、岸谷香織です。そして、今日は初めてご覧になる方もたくさんいらっしゃると思いますが、今私が、50歳になってから一緒にやっているアンロック・ザ・ガールズという、ガールズバンドまたやって、まあ、ガールズっていう、ね、年齢じゃもうございませんが、まあ、一応ガールズバンド、やっていて、そのメンバー3人が来てくれました。もう一度大きな拍手を。プリプリ時代は、ね、26公演、やっています。埼玉県で一番最初は1986年、大宮フリークスというライブハウス。あの今ある？あ、もうないんだ。そっか、すごいんだよ。プリプリって大宮フリークスで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 回もやった。すごいでしょ。今自分でも驚いた。86年の11月から87年の8月まで毎月来て、でやっと8月に初のワンマンライブだったそうです。で、まだ88年、ね、2月3月大宮フリークスやったら突如次は12月に戸田市民文化会館、戸田市民文化会館というところでファンクラブコンサートというのをやりました。そして89年大宮ソニックシティというね、で、埼玉という意味では89年西武スタジアム、89年の8月89と、西武スタジアムでライブやりました。ね、懐かしいです。そしてまたまた
90年、91年、92年、93年と大宮ソニックシティ大好きだったんですね。毎年来ています。で、93年は7月にまた24、25と西武スタジアムやってるんだけど、ここはね雨だったんですよね。そんな思い出もあります。そして、94年、95年と、大宮ソニックシティ三郷市文化会館浦和市民文化センターというところでもやってますね。で、最後96年の4月の5日が大宮ソニックシティプリプリの解散のライブでした。まあ、そんなわけでね、本当に埼玉たくさんライブ来ています。以上をもちまして本日の公演は全て終了いたしました。ご来場いただき誠にありがとうございました。これより指定会場のお知らせでございます。ご案内いたします。一人旅の、うん、なんかこう中の音は小さめなんだけど外の帰りがうわーって気持ちいいぜみたいな。歌ってごらん、気持ちいいから。コーラスでもいいんでしょ。もうね、ほんと一人であの弾き語りのさ、あの私とかやってるともうさ、聴いてんのか歌ってんのか分かんなくなっちゃう。聴いてるみたいな感じになっちゃう。あ、その感覚味わってみたい、一人でやる時の。後でやってごらん。あれ、ということで最高でした。ね、最高の和光でした。ありがとうございます。次はうちはバンドセットです。そうだよ、あ、次はエレキだよ。エレキで、エレキだ、エレキだ、ロックだ。じゃあコーラか。お疲れ様。ナイスアンサンブルでした。ウォーウォーウォー。お疲れ様です。すごい、いっぱい待ってる。はい、お疲れ様。ありがとう。いいからもう帰ってね。お疲れ様。OK。お疲れ様でした。じゃあね、ゆうとまるたちお疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。心地いい。秋だね。こっち。おはよう。お願いします。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。隣はピアノの発表会。ねえ、らしいですね。私のピアノの発表会的な。エントリーしますか。エントリーしましょうか。なんかやっと2日続きで嬉しいね。そうですね。ちょっと寂しさもあるでしょうけど、昨日の今日だから。まあね、ツアー中って感じがやっとしますね。今日の会場は浦安市文化会館です。マネージャーの一夜に代わってレジオがご案内します。いいね、浦安ってビートルよーし。でね、
んかこう英語みたいじゃん、子音が残る、うらやーし、ね、いいね。はい、実はこの会館は、この会場、浦安市文化会館、ね、ここはですね、88年に、一度プリンセスプリンセスでコンサートをやっています。33年ぶりの、この浦安での公算となります。皆さん集まってくださって本当にありがとうございます。実は私はこの千葉県には、あの人生の中で、あの最もすごいエピソードがあるのが千葉県です。2012年の再結成の時、プリンセスプリンセスが、あの時ね、復興支援の活動で、一度だけ1年だけ再結成をしようと決めて、活動をしました。その一番最初のお披露目が、なんと千葉県は幕張メッセだったんですね。この日、プリプリ再結成16年ぶりでしたから、ずいぶん世の中も変わっていました。プロンプターっていうものができて、割とみんな見てるっていうんですよ。カラオケみたいじゃんとか言ってて、いやそうなんですよ、みんな今見るんですよって言われて、で、香織さんどうしますかって言われて、あのさ、私何回ダイヤモンドとか M とか歌ってると思う、もうそんなのいらないよってかっこよく断ったんですね。で、幕張メッセの日は私たちプリンセスプリンセスと TM ネットワークとコメコメクラブっていうね、3バンドの対バンで、なんとそこで M の歌詞が途中でこう分かんなくなっちゃったんですね。でそれも理由があって、どういうわけかうちの娘がどこからかその M が私の曲だってことをね、突き止めてきて、でなんかうちで歌ってるったんですよしばらく。でいつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、意味分かってるのかなと思ってたんだけど、まあ歌ってて、で季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いならの後がちょっと素敵で、あなたを翼に乗せて飛ぶってなぜか娘が歌ってたんですね。なんかちょっといいなとか思って、これもありだななんて思って聞いてたんですよ。そしたら本番中にもう、あなたを翼に乗せて飛ぶしか出てこなくなっちゃって、でも私がもし今これを歌ったら、ファンの皆さんは何が起こったんだろうと思って、説明もできないしどうしようと思って、だけどもうだんだんあなたのいないぐらいからなんだっけって思ってるわけですよ。なんだけど出てこない、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりなんだよ、慣れたつもり、でもどうして涙が出るの、もう叶わない思いながら、でもあなたを翼に乗せて飛べないと思った私は、ほにゃにゃへにゃにゃひにゃにゃふにゃにゃにゃーって真面目に歌ったんです。でさらに言うと、欲しいよももちろん急に欲しいよが出てくるわけないんで、欲しいよも分かんなくて、ほーにゃーにゃーにゃーまで歌って、さらにみんなが You are only my fantasy って知らんぷりで歌ってくれたので、あ、今でもって、その先は何事もなかったかに ちゃんと歌いたんです。だけど、まあ音楽っていうのは流れていくもんなので、まあスタッフは全員ずっこけたそうなん、当たり前ですよね、ずっこけたそうなんだけど、まあ私の中では今のは何だったんだろうみたいな、それでまあ終わって、でバンドのメンバーがレアだったよねって言って慰めてくれたので、本当にごめんねって言って、でもみんながいや
こんな M 聞いたことがないよ、もうこれ今日来てた人本当にラッキーだよ、本当にレアな M だったねって千葉出身のあっこちゃんがすごい慰めてくれて、あ、これからは私プロンプターっていうものを絶対見ようって思って、あの心に決めて、まあでも本当に歌手人生16歳からこの54歳まで一体何百ステージ何千ステージってステージで歌ってきたかわからないし、 M なんて本当に何千回何万回って歌ってきたかわかんないけど、たったの一度だけほにゃにゃへにゃにゃはにゃにゃへにょにょにょって歌ったのが2012年のこの千葉幕張メッセでの出来事でした。そんなわけでね、私はもう千葉県のこの幕張メッセのこと死ぬまで絶対に忘れないと思います。もうね、二度とそんな M はないと思うのでね、今日ね来ている皆さんの中にもね、それを聞いた方、レアな M を聞きましたよ、ね、心の中にしまって二度と思い出さないでくださいそんなわけで千葉県と私の思い出でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日はどうしてもまた明後日やりたい。じゃあ、のれんの前で、はい、のれんの前で喋りますか。今日はやっぱりね、2days はいいね。乗りますよ。乗り。またあのね、幕張メッセもあったしね、ネタが。もうあれはね、嬉しかったですよ。幕張メッセのネタがもう私にはもう本当にね、見てた人いたしね、あのほにゃにゃほにゃにゃをね、ここにも2人います。そこずっこけ組ね、ずっこけ組ね、はい、うん、まあそういうことで、じゃお疲れさん、ありがとう。めっちゃ楽しみ。おやすみ。お疲れさん。じゃあね。お疲れ様。はい、お疲れさんでした。